been searching, follow every step, every road, every single trace.久しぶりでーす。3ヶ月ぶりぐらいかな。そうだね、3ヶ月ぶりぐらいの、ね、お休みいただきました。ありがとうございました。皆さんのおかげでいい式を、はい、素敵な思い出に残る最高の式をあげることができました。あの YouTube ライブを最後やらせてもらった時に、夏かな、夏だったねの時に、あのもしかしたらちょっとライブやるかもとか、うん、あの投稿するかもみたいな話をさせてもらってたんだけど、がっつりできず、このこのざまタイミングにね、このざまで。でもずっと YouTube を何あげようかな、最初何あげようかなと思ってたんですけど、結構がっつり逆に時間をいただいた分、その何をこう大事にやったかとか、うん、アイテムこういうの作ったよとか、ウェディングでのことはちょっとしっかりここの YouTube を通してご紹介できたらなと正直思ってて、はい、なので今後その、まあ、料理もそうなんですけど、あのウェディングで学んだこととか、二人が夫婦としていろいろ考えたこととか、なんかそういうのとかもいろいろここの YouTube のチャンネルを通してお話できたらなって思います。で今回はなぜお時間をいただいたかっていうのがやっぱウェディング、結婚式だったので、今回はちょっと軽く私たちの方でいろいろな方に撮っていただいたあの映像をもとに、ちょっとダイジェストじゃないんですけど、うん、軽くね、ダイジェスト、ほんと軽くダイジェスト。結婚式中もカメラをこうずっと持って撮影ってことが2人ではできてなくて、うん、その結構来てくださった方に撮っていただいた映像とかを、ね、まあ、なんとかこう組み合わせて雰囲気とかは伝われるように、うんうん、ちょっとね、はい、見ていただければと思います。どうぞどうぞ。いよいよもう今日は実はね、当日の行きのタクシーの中で実感も湧いてるような湧いてないような、本当にだって俺も久々に会う友達とか、まあ、親戚の人もそうだし、なんかすごい不思議な感覚だよね。うちらはナイトウィディングっていうことなんですけど、今日は雨です。雨の理由は多分後ほどわかります。じゃあ行ってきます。着きました。ノーメイクまいちゃんです。ノーメイクだし、コンタクトもしてないから目ちっちゃいでしょ。もうこれから、ね、違うでしょ、この顔と、うん、目ちっちゃい、ちょっとね、これからめちゃめちゃメイクしてね。そうだね。ちょっと私たちはね、あの当日にいろいろ持ち込みグッズがてかこんなに持ち込む、でも結構みんな持ち込むか、こんないっぱいだね。もういろいろ楽しみだね。ね。で、この外、中にドレスが隠れてます。ちょっと勇気は見たくないって言ってるから見れません。はい、ちょっとこれ持って見てきて、俺いけないから。こんな感じです。あ、キャンキャンって、こんな感じの見えるかな、こんな感じです。私はこれメイクします。結構モリモリ食べてるじゃないですか。うん、お腹すいてる。ちゃっかり。おいしい。めっちゃおいしい、やばい。ほんと綺麗だよね、料理が。これも驚いた。特別に、うん、全部おいしいね。それが当日出る巨大プリンのちっちゃいバージョン。それの何倍なんだろうね。めっちゃでかい。でもこのくらい100倍ぐらいかな。100倍だったらもうこんなで。私結構食べてないよね。我慢してるよね、プリン我慢。さっきだってご飯食べて、結構さ、あのガツガツ感さ、久々に食べてる、うん、確かに。このなんかガツガツ食べなくていいと思って食べてなかったんだけど、うん、美味しすぎて、なんかめっちゃさ、久しぶりにあんな完食しかけちゃった。だって私いらないかなとか言ってたもんね。食べれないかもとか言ってたもん。やばかった。いっちゃ前にバンバン食べてたもん。おいしい、グッチョ。
the air that I breathe. あったかい家庭を築いていきましょう。よろしくお願いします。